浅野殿と何を話しておられた？はい、本日法灯の儀が相済みますれば拙者桂昌院様ご名代として御勅使にお目通りいたしますゆえ、そのことにつきまして。さようか。桂昌院様のお使いならば私がお取り次ぎいたす。お取り次ぎは浅野様がお引き受けくだされましたが。浅野が？はい。それはいかぬ。あの御仁に何がわかり申すや。浅野殿、まことにごちそう役とは名ばかり、物覚えが悪いというか気が利かぬと申そうか。今日もまたお役目を恥ずかしめはせぬかと私らもハラハラしてるのでござる。まもなく上様おなりにございます。お城前が開きました。まもなくおなりでございます。梶川殿、よろしゅうござるな。浅野など頼みにしてはいけん。その点くれぐれも申しおきまするぞ。上様ご聖母様の使いに粗相があったらそれこそ一大。お預けのせい。